22からスタートになります坂本桃花さんです。はい、お願いします。そして当選した15、16よりスタートになります画面コミプロご一緒いたします。よろしくお願いいたします。それでは皆様にご挨拶いただきたいと思います。じゃあ坂本プロから、ね、行きましょう。皆さんこんにちは。はい、ご参加いただきましてありがとうございます。48期生の坂本しおりです。本日もお忙しい中、チャレンジマッチご参加いただきましてありがとうございます。はい、年に一度のお楽しみということで、4月は、はい、結構アマチュアの頃からのりちゃんとね一緒にチャレンジねやっていただけて、はい、もう早10年ぐらいになるんですけれども、はい、今日もすごく楽しみにしてきたので、皆様と4ゲーム楽しみながら投球していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続いて桃花選手、はい、行きましょう。皆様こんにちは、坂本桃花です。本日はお集まりいただきありがとうございます。はい、去年、おととしとノイシーバースデーのチャレンジに、参加者の方で参加してたんですけど、今回急遽こっちのチャレンジさせていただけるようになって、ちょっと緊張してるんですけど、皆様と楽しい時間過ごせたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。カミプロ、何見てるんですか。皆さんこんにちは、本日はご参加いただきましてありがとうございます。本来、ダブルチャレンジだったので私の投球予定はなかったんですけども、岩見プロが、宮崎プロオープンで、大会で頑張っておりまして、今日は参加できなかったということで、私が代わりにはなりませんけども、ヒデノブだけご一緒させていただくことになりました。短い間ではありますけども、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。亀井さん、じゃあ今日はバックアップで投げる。代わりだから手が壊れちゃってできません。さあ、そんなお三方で今日はやっていくんですけども、坂本プロに当センターの支配人よりお渡しするもの。はい、4月はね、いつもバースデーチャレンジでやってますけども、4月6日に、めでたくお誕生日を迎えられるということで、お花のストレートです。おめでとうございます。そして亀井プロより大丈夫です。はい、わー、そんなかわいい。いつもすいません。気をつけてね。はい、バースデーケーキのプレゼントでございます。改めましてお誕生日おめでとうございます。2歳です。2歳になったの。はい、なりました。11月で、はい、かわいいです。どうですか、相変わらず元気ですか。はい、元気で、今イヤイヤ期なので、もう昨日ハンバーグ作ったんですけど、一口食べて吐かれました。好物は何が好きなんですかね。イクラが好きです。え、イクラ。魚卵あげてるの。魚卵、あ、ダメでしたっけ。多分調べたら2歳くらいから。あ、大丈夫か。はい、ちょっとお金がかかりそうな子になりそうですね。はい、機会があったら出てきてくださいね、またね。あ、そうですね、はい、みんなも見たいと思います。はい、来年じゃぜひ。はい、あ、本当嬉しい。よろしくお願いします。はい、はい、そして、妹さんになります。こんにちは。こんにちは。桃花さんは言うことがあるんですね、皆さんにね。え、ありますよね。それはちょっと。え、何ですか。ハンデを10品いただきます。そっち。違うんです、皆さん。あ、はい、来年プロテストを受けれるように日々特訓してるんで、はい、してます。
ので、応援してください。よろしくお願いしますということでね、今日はのりちゃんがね、宮崎行っちゃうんですっていう話になった時に、坂本プロからね、妹一緒でいいですかって言われて、あ、全然口は構わないんですけどって言ったら、来年プロテストを受ける予定でちょっとパパズを踏ましたいんですよねっていうね、ちょっとこう優しいお姉さん、いい兄弟だな、姉妹だなと思って見ておりました。感謝してます。なのでね、皆様の応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではでは皆さん、お席の方にお戻りください。よろしくお願いします。3年の始球式をもちまして、チャレンジ4ゲームをスタートいたします。皆様のご検討をお願いいたします。
久しぶり、1年ぶりですね、サラミファーストで参加させていただきました。前半は結構ね、馴染んだ例だったので900カップできたんですけど、今ちょっと練習であんまりストレスが出せなかったので、夜はリモートに期待したいと思っております。お願いしますはい、なかなか来ることができないので、このメンバーのね、皆様と楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではでは、小田さんお願いします。はい、皆さんこんばんは、坂本桃香です。本日はお集まりいただきありがとうございます。はい、お昼の部はですね、ちょっと1ゲームぐらいしかバトムラスコア出せなかったんで頑張りたいんですけど、ちょっと練習難しいんで、難しいちゃんなんで姉妹で、はい、力を合わせて頑張りたいと思いますので、4ゲームどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。一部の方でもお渡しいたしましたけども、4月6日、しーちゃんの誕生日ということで、はい、今一度になりますけども、センターより、プレゼントの贈呈でございます。ありがとうございます。ファーストレーンが送るイケメン2人からでございますので、大丈夫ですか、持ってます。今お二人が着ていらっしゃるポロシャツ、こちらの姉妹ポロシャツを一着いただいておりますので、はい、本日投げていただいている方で後ほど抽選をしたいと思います。ちょっとでもサイズが M サイズのみです。ちょっと M サイズしかないので、この体格のいい方は痩せていただいてから来ます。女性か細身の男性かな、はい、お願いします。はい、じゃあスタッフ2人ちょっと多いんで回収しましょう。気をつけてね。はい、ですね、坂本プロとはちょっともう何年ぐらい、10年ぐらい、多分13年くらいです。毎年来ていただいてありがとうございます。ゼロさんありがとうございます。はい、めっちゃ楽しみにしてきました。なのに先ほどね、皆さん知ってると思いますけども、16号沿いのラーメン屋さんでね、異国道さんっていうラーメン屋さんがあるんですけども、はい、初めて、はい、ね、13年も来て初めて行った。初めて、のりちゃんがいつもセットなんですけど、のりちゃんが、はい、ちゃんがトマトを甘すぎないはい、トマトラーメンもね、あまり野菜を食べないので今回ですね、姉妹なんで連れてもらいました。はい、美味しかったです。美味しいちゃん、美味しい、言い直さなくていいです。ただちゃんと、はい、美味しいちゃんでした。はい、次回は違う味もチャレンジしてみてください。はい、ね、食べたいね。なので、ね、来年も4月にちょっと予定したいなと思っているので、ありがとうございます。えい、あ、拍手いただきました、ありがとうございます。来年もね、ぜひ来ていただきたいんですけども、合間の休憩中にそこに行くと一緒にお食事が楽しめる可能性がございますので、皆さんぜひすぐ近く歩いて5分ぐらいなので、はい、ぜひぜひよろしくありがとうございます。ね、桃香さんがお腹をさせてますけどね、桃はご飯をね入れてましたので、え、なんで自分頼んでるみたいな熱いパン食べてましたよね。どっちかにお姉ちゃんの方がいっぱい食べてました。そうですよね、そうですよね、はい、しっかりと死ぬまで結構罪のなせるゲームぜひね、おすすめなんで皆さんもね、行ってみてください。はい、私のサインも飾ってるので、ぜひ探してください。で、モンマさんはもうね、そう、もうお腹がいっぱいで胸もいっぱいです。はい、2人の写真を、ね、撮って、色紙を、ね、サイン2人で書いて飾っていただけるということで、今日はお店の方に置いてきましたので、はい、そうです。で、桃香さんは来年のプロテストを受験予定ということで、前もってサインを置いてきましたね。あのさっきのスパだと不合格、不合格ですね、不合格なんで、ちょっと本当に、はい、早く終わってるように、はい、頑張って。残り4ゲームで190円です。はい、さっ
8ゲームトータルです。そうですね、確かに。はい、はい、行きましょう。マイナスを取り返していきましょう。はい、ということで、まだね、アマチュアなので1ゲームにつき10ピンのハンディキャップをつけさせていただいております。よろしくください。はい、よろしくお願いします。しんちゃん、後半何点打ちましょう。888でいきましょう。それでは皆さん、よろしく。はい、よろしくお願いいたします。後半戦4ゲームです。スタートいたします。お願いします。よし、一番はトコさん。11時にあたりでやりましょうか。はい、お願いします。じゃあお時間の方ですね、9時50分です。